その人のために、その人の目を見ながら歌ってほしいなんですよね。助けてあげる。俺が助けてあげるから頑張って。反対に、俺が、すごく疲れてる時には、君が俺を助けて、みたいな、その意味が入ってる曲だと思うんですけど、前に、おとといか、ライブがあったんですよね。初めてのライブだったんですけど、もちろん声の喉とか喉のコンディションも良くなかったし、声も出なかったんですけど、この曲を歌った時に、あ、すごく俺泣くかと思ったんでした。あ、こんな感情とか、あ、こんな感動を皆さんにどうすればあげるか、前には複雑に考えちゃったんですけど、舞台の上で、ありのまんまで、歌って、まあ、すごく本人も自分でも感動をもらって、皆さんにこの番組でありがとうという、話したかったんですよね。それでは多分、この曲を直接聞こえるの方が、聞くの方がいいんじゃないですか。今の曲は Save Me という曲を皆さんに聞いておきます。ジャン軍属のオールナイトニッポンゴールド。はい、ジャン軍属のオールナイトニッポンゴールド。東京千代田区有楽町にある日本放送中枢で全国19局ネットでお送りしました。じゃあ、皆さんからのメールなんですけど、ようちゃん、あ、ヨーヨーちゃん、いっぱいありがとうね。メロメロうなぎから、ムラムラくんちゃんへ、愛を送りたい。あ、ヨーちゃんありがとう。ヨーヨーちゃん、今日すごく頑張ってた。今日、こちらこそありがとう。じゃあ、ねるねるちゃんからのです。ムラムラ親分、ラジオめちゃめちゃ面白いやん。笑いすぎだよ。面白かったから、もう一枚 CD 買いに、ツタヤ行こうかな。スタヤだけじゃなくてタワレコドとかアマゾンとか HMV とか楽天にもあるから、もう1枚だけじゃなくてもう10枚ぐらい買ってください。ねるねるちゃんありがとう。じゃあ、当たりちゃんだよ。25歳は十分若いです。やりたいことは今のうちにやって、もう応援してるよ。そうなんですよね、まだ若いんですけど、やりたいことたくさんあるから、今からゆっくりゆっくり一つ一つ、できるんだと思います。よろしくお願いします。じゃあ以上、今夜ジャン軍属のオールナイトニッポンゴールドでした。みんなどうだったんでしたか。日本での初めての外国人がこの時間に生放送を、そしてDJingすることを初めてだと聞いたんですけど、私すごく楽しかったんですよ。ムラムラの話とか、そして新しいニックネームムラムラくんちゃんとか、実は今日ミュージックジャパンの番組があったんですけど見なかったんですよね。誰か YouTube にアップしてください。俺見たんや。じゃあそしてこれが最後なら、皆さんに話したいこととか何があるか、実は今回のアルバムはオリコン1位になることももちろん重要なんだけど、それより俺の音楽を聴いて、感じられることが俺と同じなら少しだけにも、俺が感じたことを一緒に、感じられるならそれで俺は満足、それでいいです。じゃあということで、別れの時間ですよね。すごく残念ですけど、最後まで一緒にいてくれて本当にありがとうございました。いつかこの番組もできるか知らないんですけど、ね、プロデューサーさん1ヶ月に1回ぐらいやったらいいじゃないんですか。おー、みんな拍手してる。マネージャーたちだけ緊張してる。ビッてる。はい、ビビってる知ってるけど。わかりました。じゃあ以上、ジャン軍属でした。じゃあみんなおやすみなさい。バイバイ。ムラムラくんちゃんはおやすみ。